プロアントシアニジンは様々な植物に含まれるポリフェノールの一種である。プロアントシアニジンは植物界において植物の葉、果実、樹皮、材などに広く分布しており非常に多くの種類が存在する。フラバンマイナス3オールのフラバン骨格の炭素同士が CC 結合などによって結合したものであり、 塩酸のような無機酸で加熱することによって CC などの結合が切れてアントシアニジンを生じるものとして知られている。生、科学的には多種多様な植物から得られるプロアントシアニジンの研究において様々な生理活性を有することが報告されている。1835年にマーカとはドイツの国家である青いヤグルマギクの花びらの青色は花アによって引き起こされており、 この花をそアントシアニンと称することを提案した。これが、アントシアニンの起源である。その後、1914年に、ウィルシュタターとエベレストによって、アントシアニンの研究、第一法ヤグルマギクの色素と題する論文で、ヤグルマギクの青い花びらからアントシアニンとして、赤色のシアニン塩化物が結晶として単理され、その加水分解物として、糖と色素のシアニジンとが得られ、 このシアニジンをアントシアニジンと命名した。1920年にローゼンハイムはブドウの若い葉に含まれるアントシアニンについての研究を行い、アントシアニジンであるオエニジンを管理し、またこれとは別に無色でありながら塩酸で熱することにより赤色のアントシアニンを生成する物質が存在することを発見し、このアントシアニンの潜入物質を ロイコアントシアニンと命名することを提案した。このロイコアントシアニンについての研究は、その後、ロビンソン夫妻による精力的なアントシアニンの研究の一環として1933年にロイコアントシアニンの分布についてのノートとして発表された。それによると、多岐にわたる45種の植物の様々な部位からロイコアントシアニンの抽出が行われ、 それを塩酸で熱することにより、アントシアニジンが生成されることを示し、このロイコアントシアニンが植物界に広く分布していることを明らかにした。これら一連の研究から、1960年にフロイデンベルクトウィンジェスは、このロイコアントシアニンのように無色でありながら、塩酸のような無機酸で熱することで赤い、アントシアニジンを生成する物質を、 プロアントシアニジンと命名することを提案した。これがプロアントシアニジンの起源である。なお、このプロアントシアニジンは、1962年にフロイデンベルクとウィンジェスが、フラバンマイナス2、3ジオール、マイナス3、4ジオール、マイナス2、3、4トリオールあるいはそれらの配当体などの物質に与えた名称であった。しかし、1965年には、 ウィンジェスト・フロイデンベルクがクランベリーとコーラナッツから、縮合型プロトアントシアニジンを単離して、それを塩酸で処理すると1分子のアントシアニジンと1分子のカテキンが生成されるメカニズムを明らかにした。現在では、プロアントシアニジンとは、フラバンマイナス3オールのフラバン骨格の炭素同士が CC 結合などによって結合した2両体、3両体、オリゴマー、ポリマーなどであり、 塩酸のような無機酸で加熱することによって CC などの結合が切れてアントシアニジンを生じるものとして定義されている。プロアントシアニジンは生理活性を有し体内に吸収されて利用される高分子であり、プロシアニジン、プロデルフィニジンなどの縮合型フラバンマイナス3オールのグループに属し、特にリンゴや森島アカシア樹皮、フランス海岸松樹皮や その他の松やシナモン、ココア豆、ブドウ種子、ブドウガはヨーロッパブドウの赤ワインなどの多くの植物に含まれている。その中でも特にカテキン類の2両体あるいは3両体のものはオリゴマアプロアントシアニジンと呼ばれる。OPC は多くの植物に含まれており、一般的に人の植物にも含まれている。特に紫や赤色の植物の皮は、種に多く含まれている。 ブドウ種子や、皮、ココア、ナッツ、スモモ、シナモン、森島アカシア樹皮、フランス海岸松や、その他の松の樹皮に含まれている。OPC は、ブルーベリー、クランベリー、アロニア、サンザシ、ローズヒップ、シーワックソーンにも含まれている。プロアントシアニジンを含む食品のレイアカシアの樹皮抽出物に含まれるポリフェノールは、 ポリフラボーノイドやそれらの旋舞体から構成されている。ポリフラボーノイドは分子量300から3000の化合物で構成されているプロアントシアニジンである。また商業的に製造されているプロアントシアニジン含有抽出物の一つに森島アカシアの樹皮から熱水抽出物がある。その主要成分は縮合型タンニンといわれるポリフェノールであり、クセチニドール、ロビネチニドール、 カテキン、ガロカテキンといったフラバンマイナス3オールを主としたフラボーノイドから構成されている。プロアントシアニジンを含有するアカシア樹皮抽出物は抗酸化活性、抗ガン作用、抗菌作用、抗酵素素外、抗糖尿と抗肥満作用などを有することが報告されている。また一臨床試験でも安全性、食後血糖上昇抑制などが報告されている。 2017年にアカシア樹皮由来プロアントシアニジンを機能性関与成分として食後血糖値の上昇を穏やかにする機能がある機能性表示食品に届け出がなされている。ブドウ種子抽出物にはプロアントシアニジンが含まれ抗酸化活性、動脈硬化抑制作用、心臓保護作用、抗がん作用などを有することが報告されている。ブドウ種子抽出物には プロアントシアニジンが含まれ、食品添加物用酸化防止剤への応用、機能性食品素材への応用、末端健康食品への利用、化粧品への応用などの用途が検討されている。フランス海岸末樹皮は、フラボノイド、カテキン、プロアントシアニジンといったポリフェノール類の抽出原料にも使用される。ピクノジェノールと呼ばれるフランス海岸末樹皮の商標になっている。 抽出物であるプロアントシアニジンはインビボにおいて多くの基礎研究がある。2012年にピクノジェノールの臨床試験のメタ解析がなされ、最新の研究では慢性的な疾患の治療に使われるプロアントシアニジンを支持するには不十分である。この治療の価値を高めるためには、より良いデザイン、適切な数でのトライアルが求められる、と報告されている。 プロアントシアニジンは、動脈精神疾患のリスク評価や、全死亡率を下げる、研究のある、赤ワインに含まれるポリフェノールである。タンニンと共に、赤ワインの香りや風味、渋みなどに影響を与えている。赤ワインには、フラバンマイナス3オールを含む、総 OPC 量は、相当高いもので 117mgL であり、白ワインでは 9mgL である。 ドマカポードマカポーでは C8 位の炭素にドマカ1分子が結合しプロアントシアニジンの分子数がわかる。ブタノール塩酸放熱酸溶液中でプロアントシアニジンをアントシアニジンへ分解しプロアントシアニジンのモノマーの数がわかる。ホリンデニスホーフェノール性水酸元がアルカリ性でリンタングステン酸。 モリブデン酸を還元して生ずる青色を700から770ナノメートルなどで、非色定量する方法である。フォリン、チオカルト方法ン試薬が、フェノール性水酸基により還元されて定食するのを、非色定量する方法である。ゲルシントークロマトグラフィー法モノマーから高分子の、プロアントシアニジンまでの分子量分布の測定である。HPLC と MS の分析によって、 構造決定がなされる。ありがとうございます。